1949年、福原林太郎は、日本の英文学者、随筆家。福山市名誉市民。広島県沼熊郡、上村生まれ。1912年、広島県立福山中学校卒、東京高等師範学校英語科に学び、在学中、チェスタトンの探偵小説を訳し、英語青年に、掲載、17年、卒業、20年、研究科修了。 この間、英語青年の編集に携わる。21年、母校助教授、著書、役中を何冊か観光の後、29年、文部省在外研修院として、英国、ロンドン大学とケンブリッジ大学に留学し、トマスグレーを研究する。ヨーロッパ、米国旅行を経て31年帰国、東京文理科大学助教授に就く。年教授となり、 英文学研究の指導的立場に立つ。太平洋戦争直後の1946年から1953年まで日本英文学会会長を務めた。1949年から1953年まで東京教育大学文学部長。定年退官後は教立女子大学教授を務め、英文学研究で大きな著作を出版した。 1963年4月から1969年3月まで、中央大学文学部教授に就いた。1953年に、吉田健一、川上哲太郎、池島信平と、戦後初の都営。1955年に、近代の英文学福原林太郎先生、還暦記念論文集刊行会が出版された。1960年、トマス・グレーの英史研究で、 東京教育大学から文学博士号授与。トマス・グレー研究賞で1961年、チャールズ・ラムデンで1964年、二度にわたって読売文学賞受賞。1963年、英文学を基盤とする随筆一般の活動に対して日本芸術院賞を受賞し、1964年に日本芸術院会員となる。1968年には、 文化功労者として表彰。1968から69年には、福原林太郎著作集が刊行。英文学研究に加え、随筆家として、読書と、ある人生、我、愚人を愛すなど、多数表し、晩年を経て、その文学活動は演じ組みを増した各評価された。没後に、福原林太郎随筆全集が刊行された。没後約10年を経て、 福原賞が設けられた。ありがとうございます。